そうですね。最近はもう、まあ実は今、日本ではもう100人ぐらいですね、リトアニア人が住んでますけど、いろいろな活動があるんですけれども、私たちは一番こう、嬉しいのはですね、一番自慢に残ってますのは、西会津の、芸術村のことなんですけど、その西会津の芸術村というのは、つい最近のことなんですけれども、2、3年前ですね、始まった計画なんですが、向こうの西会津は実はこの外国から芸術家を招きましょうという計画はできたんですね。それから嬉しいのはですね、本当にリトアニア人は一番最初の芸術家になったんですから、それから1年間ずっと西会津に住むようになったんですね。2人ですね、アグレスとキャスタスですね。2人とも、もう1人は絵描き、もう1人は彫刻家なんですけれども、いろいろな作品を作ったんですね。それから一番こう嬉しいのはですね、2人ともいろいろとリトアニアの文化、リトアニアの祭り、料理などを紹介したりしたんですね。これは非常にこう日本とリトアニアの交流のためには役に立ちましたと思います。またお互いにですね、西会津の皆さんはいろいろと日本文化も紹介してくださったんです。福島県北西の町、西会津町。ここにリトアニアから来た芸術家、エグレさんとキャスタスさんがいます。西会津国際芸術村。ここは市が廃校になった中学校の校舎を再利用し、海外のアーティストを招待して芸術活動の支援を行っている場所です。二人もここで一年間を過ごし、帰国の日が近づいていました。西会津町は広くてですね、西会津町の真ん中の部分を高速自動車道並びに国道49号線が横断しております。そこから約25キロほど入ったところに、インターチェンジのあるところからですが、25キロほど入った新郷地区の国山という元の新郷の中学校の跡を利用して芸術村があります。来日した当初、町の人々の様子はどうだったのでしょう。新郷地区という一つの地域なんですけれども、その地域の皆さん、最初はちょっと戸惑いがあったかもしれませんが、そこは会津人で、皆さん最初のうちはちょっと口数が少なかったかもしれませんけれども、慣れるに従って皆さんいろいろなお裾分けなんか持ってきてもらったり、お話に来てもらったりして、また地域の皆さん、芸術村の支援ネットワークという、そういうネットワークを作っていただいて、現在130人ほど地元の方だけでその支援するためのスタッフとしていろんな活動されております。日本の人々との触れ合いもいい思い出になったといいます。近くに隣接している小学校、生徒のみんなからお別れ会もありました。二人に日本に来たことによる作品の変化とリトアニア映画について聞いてみました。日本の温泉には感動しました。作品自体の雰囲気は変わらないわね。でも作ってる時の気持ちは変わったわ。リトアニアの映画はストーリー展開がゆっくりで詩的なものが多いわ。最後に教育委員会の伊勢亀さんに芸術村の今後について聞いてみました。はい、西会津の国際芸術村につきましては、去年の9月から始まったばかりですが、一応町としましては10年くらいな長いこういう芸術村にしていただきたいというふうに思っておりまして、今平成17年におきましても、今年今エンギーさんとチャスタスさんはお帰りになりますけれども、また
あたりに10月下旬からにはなると思いますが、リトアニアからお二人の方招聘して、また芸術活動をここの芸術村でやっていきたいというふうに思っています。その後もこれからいろんな国の方とお付き合いして、芸術活動をここでしていただくように、私たちその受け入れをしていきたいというふうに思っています。また芸術の分野だけじゃなくて、学問の分野でもリトアニアと日本の交流はどんどんと発達します。リトアニア独立してから、もういろいろなリトアニアの大学は日本の大学と契約を結んで交換留学も行われています。早稲田との交換留学は実はリトアニアの2つの大学はやってますね。これはリトアニアで一番大きなビルヌス大学と、もう一つカウナス大学ですね。本当に毎年毎年3人ぐらい早稲田へ来るんですね、留学生は。これは非常に嬉しいと思いますね。最近は早稲田で勉強しますのはヨルガという人です。東京に戻った私たちは、そんな大使館の話を手がかりに、早稲田大学に在学しているユルガ・ベケリーテさんに出会いました。西会津とは180度違う大都市東京での生活。彼女は一体何を見て、どんな日本を体感しているのでしょうか。